花尾です。伝言です。二人合わせて花尾伝言です。イエッ。おお、めっちゃ恥ずかしいなこれ。あ、でも多分今日だけじゃないかな。今日だけ、今日だけじゃないか。まあ今年の我々は一味違うぜと。何がどう変わったんでしょうか、伝言さん。なんと花尾チャンネル時代には見られなかったあの企画を我々やっていきたいと思います。あの企画、はい。なんと我々大食い企画にチャレンジします。イエーイイエーイ。僕もちょっとね、正式に入ったということで一回やってみいひんっていう提案でした。逆に花尾に対して、で何食べるって話になるじゃないですか。我々は大阪にいるんですよ今。わかります？ほとんどの YouTuber が東京にいる中、我々はずっと大阪にいるんです。はい、ということで今回用意しましたのがなんとたこ焼き1000個食べれるまで帰れません。いやー、あー、はい、ということで。ほんまに言ってんのよ。ほんまに今からたこ焼き1000個作ります。まず、まあ、一回用意してみいひん。一回用意してみてから考えへん。はい、ということでね、今から作っていきたいと思います。ということで、ムエゲトマスボーイズタコマスのたこ焼き。はい、ということで材料買いに行きました。そしてですね、ハマさん、僕らだけではちょっとさ、買い物2時間かかっちゃったんで、マコさん呼びました。もうみんな巻き込んでいこう、これはもうみんな巻き込んでタコバ。はい、じゃあ行きます。はい。おお、あ、なんかいけそう、いけそう、いけそう、いけそう。いや、道のりマジ長いぞお前。いやいや、いいとこ入れるよ。でもネギ好き。ネギ全然いけるよ。え、だから俺嫌いな食べ物納豆だけやから。あ、OK。 お前どうこれ。ははちょっとやめろって。いや、これそれはちゃうって絶対お前。あれね、ポケモンみたいに草むらみたいな。いや、これフィールドじゃないからね。そういう風にしたい。確かにこことここがなんかうまいことなんかさ、あのトレーナーが立ってる場所みたいに見えるけど、それこのこれトレーナーと高音注意のこのこれトレーナー立ってるやつ見えるそれお前これ見えへん。あ、あ、あ、いけそう、いけそう、いきます。はい、お、はい、はい、大阪、俺ら大阪やからさ、ほら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 、これでちなみに30個やから、あと30回これやればいけるの。え、してるだけってつけたら大したことないように聞こえるっていう理論が俺の中であって。じゃあ1000個食うだけね今日は。あと1000個食うだけって言ったら大したことないように聞こえる。めちゃめちゃ心強い。ほんまにお前思春化的じゃない。思春化的じゃない。思春化的じゃない。アンモナイトじゃない、これ個性代じゃないから。はい、ということで第1陣30個。まあ意外と10分ぐらいで、意外とね。もう10分ってことは単純にじゃあ30としたら5時間。5時間焼くだけで5時間。キムとか読んだらええんじゃん。あ、まあまあ最終、ね、最終キムとか読んだ。それで途中から取ってやけど、じゃあ1個食べてみる。でもこれで、すごいな。でも、はい、残り1000個って状態から3桁の998個この1桁減らすと1桁減らす、これでかいから、これマジで。はい、じゃあいただきますよ。1個いただきます。あとパパ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 ということでね、残りちょっとね、バン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 作っていきたいと思う。ここから多分早送りになるんですけど、楽しい。行きましょう。はい、ということでついに来ましたね、ここまで。まあ、まこさんとかに手伝ってもらいながらね。いや、もう見たくないもん、俺これ。いや、でもこれを食べないとダメなんですよ。じゃあ、ちゃんと上から取ってくれ、上から。上から、上からね。これ、でもこれだ、めっちゃ減ったほらめっちゃ減った、これでもほら頂上火山がこう、頂上火山になったみたいなぐらいの差はあるで、これ。いや、めちゃくちゃでかいよ、これは。わかるかな、これ、それわかるかな。粘り気が結構違うよね。じゃあ、いただきます。いただきます。ほっ、うまっ。幸せ。いや、全然美味しいな、確かに。オート仮眠であることに、誇りを覚えるね。いこや、全然いけますよ。でも、花伝ってやっぱ、略されると、なんか居酒屋みたいだからやっぱ良くないから花尾伝言って呼んでくれる。でも俺結構親近感っていいなと思ってるよね。なんでかって言ったら、俺が生まれた病院、皇室って書いて花店って場所にあったよ。でも花店でイベントやるか。花店でイベントやろう。花店中古だ。でも全然まだ腹いっぱいじゃないもん、実際。まだ行くまでだよね。喋ってるからやけど。喋るってことはエネルギーも使ってるから、基本的に無限にいけるの。リプレー的には確かに平行状態保つわ俺。じゃあ得たエネルギー分絶対喋るようにするわ。
絶対その矢印こう絶対じゃ間違いない間違いない。でもこうやってなんかここに入れるとちょっと気持ち変わるわ。分かる。これなんかあんねんけどなくなったっていう気持ち。センター試験受けてる時も分からんけどとりあえず全部マークしとったらなんか分かる。勝った感出るみたいな。そうでしょ。終わった感出る。めっちゃ落ち着くマークしたら。そうそうそう。だから俺さ、ほんまに満点取りたすぎて俺やったことがあって昔、はいはい、自分のマークシートを答えとして満回答採点するっていう傲慢な受験生の名前だ。国語とか5択やん。で、2択まで大体絞れるやん。2か5で2選んだら5なんよね、大体。大体それはマジである。マジである。国語あれ難しい。総計的にやっぱ一番初めに思ったやつだと思うんだよ。まあ間違いない。結構食ってますね。いやーもうでリアルに100弱ぐらい食ったんじゃん、リアルに。リアルに。まあちょっと試合購入。試合購入。いやでもだから100は言ってない。てか、100とは言ってない。100弱と言ってる俺は。もう20ぐらいから100と言ってる。なるほど、なるほど。で、何、はい、なんで、まだこれ全部1000個じゃないんですよ。ということで、追加していきまーす。うわ、でもなんかまだ氷山に戻ったな、なんか。もう誰か引き換えにちょっとさ、業者呼んでる。業者、業者。じゃあ、業者呼ぼうよ。じゃあ、呼ぼうかな。呼ぼう、ちょっと。キムくーん。おお、びっくりした。じゃあ、一緒に食べようか。一緒に食べよう。はい、え、じゃあ、早かったのね。チャンネル名、ハーデンキムになります。あ、その権限。その権限、それあるかもな、地味に狙ってたよ、そこの権限。いや、全然あるんちゃう、全然。俺、あれしか知らへんかった、お前、あかん。はい。ほらお前マジでお前から言ってお前マジでほんまに。え、どうした、え、どういうこと、え、どうしたんすか。うわっきっしょ、お前やりやがったなお前。危なほんま。ただただ大食いじゃなくておもろいでしょ。いやおもろいな俺ら今トークでおもろなってたやんな。マコちょっとやりすぎやわ。確かにそれあかんですな。そうやね。お前も一緒に食え。安いパターン。お前も食え。お前も一緒に食え。お前も一緒に食え。いやもう僕実はそれしてて早食べんかなと思ってました。ちょっと待って。ちょっと待ってミスター。これ一番きついな、これ見えてる状態って。ピッ。いやちょっと今おまじないかけといて。これはわさびないもん。わさびないもん。わさびない、全然ない。全然辛くない。辛いの辛いの飛んでいけですよ。お、おいしそうだね。あ、ぶんな。うん、わかるわ。危ない。普通のたこ焼きが超美味しく感じる。でもよかったよ。殺すな。殺すなお前。ちょっと待って、こんな遊んでる場合じゃないよ俺は。多分トイレとか呼ぼう。トイレ、もしもし。はい。なんとこおんねんお前。一緒に食べようぜ。ちょっと今日ちょっと忙しいかもしれないです。いえ、どこにおんねん。近いな、この辺にいるな。もしもし。もしもし。あ、わが今目の前にいると思うんやけどさ。あ、はいはい。ちょっとこっち来てくれへん。あ、わかりました、行きます。淡々と食べよう、もうこれ。あ、ほんまそう。なんか一人何個ぐらい食べたら完食。一人150個ぐらい食べたら。いや、なんか大食いをちょっと舐めてたの。戦後はちょっと完食計算できなかったんですか。設定では二人でやるっていう設定だったんですね。そうそう、戦後1000割る2できんじゃないですか。そんな500ってそんなきついってなってた。池さん、オフィス来てさ、たこ焼き1000個食うって企画やってんねんけどさ、一緒にたこ焼き食べへん。僕今、家でたこ焼き食べてるんですけど。そんなことある。ポッティ今何してます。今家です。今日ご飯食べた。いや、まだ食べてない。おーごめん、行きますわ、じゃあ。まあ見なかったことにしていただきます。ちょっといける。ちょっといける。食べて食べて。俺頑張るわ。はい。頑張るから。現場責任者誰これほんま。現場責任者マコ。あ、現場責任者マコさん。確かに。作ってておかしいと思うべきやもんこれ。
ほんまにそう。バカオラ。かーさん。お疲れ様です。あ、お疲れ。お疲れ様です。これたこ焼きですか？だよえ、これ台風の時に川の横に住むどのやんえ、でももしかしてそこ地面見えてない？え、見えてます、見えてます、見えてます。ほらほらほら、え、見えてるやん。なんだろ、ほら500デモやけど。でも、確かに半分になったね、確かに。でもさ、半分にしかなってないんです。あれから多分ね3時間ぐらい経ったんですけど、はい、とりあえず残りねパッと見100個ぐらいまで来たんですよ。でも電話さん今電話チャンネルやってますよ。ねえ、まあでもこれも、俺のチャンネルにも鼻お電話やからさ、鼻おらんかったら俺頑張るしかない。あれ見てあれ、あれ見てあれ見てあれ。いやー来ましたね、ここまで来ましたね。お食べよう。ガンバ。お、ガンバ。お、いい。じゃあ僕あと2個食べます。オッケー。食べるわ。お、えい。ちょっと細かに食べていくわ。知って。ちょっと細かに食べるってさ。ああ。ガスイチ。ガンバ。はい、おです。お、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 最後でーす。ありがとう。おお。めっちゃ減った。ほら。めっちゃ減ったこれでもほら。さよなら。たこ焼き。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。どうぞ。おー。よし。終わった。あ、テンション。食べました。イエーイ。俺たちでもやればできるってこと。そうそう。こんだけきついんだっていう実感を得れた。うん。二度と。二度とだけ注意。これからこういうのもやっていこうねって言って矢崎もやる。二度と。じゃあ皆さん、はい、今日の動画ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。いやー大変でしたね。大変だった。思ってなかったな。いやー本当大変だった。大変だった。食い切ったな完全に。すいませんでした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 。二人で最初たこ焼き1000個食べるという。誰ですかそのソース設定した。作った結果ですけど、バカでしょ。約700個ぐらいしか消費することができませんでした。あちらを持って帰っておのおのが食べるということで、今回はご勘弁いただきたいと思います。誠心誠意いただきます。誠心誠意いただきます。本当に視聴者の皆さん、ごめんなさい、申し訳ございません。ごめんなさい。じゃあ次はお好み焼き1000枚です。